で最後5枚目なんですけどこれはもうね、うん、すごい悩んだんですけど、でも結局入れとかないといけないかなっていうところで、うんうん、DJ シャドウの、うん、エントロデューシング、うん、エントロデューシングですね、うん、まああのーうんまあ、語ることは多すぎるかもしれないんですけど、これは何年なんですか？96あだったと思います。確か、うん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 、90年、うん、で僕正直2000年だと思ったんですよ。2001年とか2000年かなと思って、で、うんうん、ちゃんと見てたら、あ、96なんだと思ったぐらい、うん、新しいというか、あの96年でさっき今まで聞いたアルバムが94年で、これ後でちょっとみんなに聞いてもらうと思うんですけど、96、2年でこんな変わるのかっていうぐらい変わってると思う、うん、まあ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 、うんうんうん、まあ、簡単に紹介すると、あのサンプリングだけで作られた音楽、あのアルバムとしてギネスブックにも載ってるアルバムなんですね。あのもう全部の音がサンプリング、何かの音を取ってきて使ってるっていうアルバムなんですね、うんうん、なのであの、まあ、ちょっと今日元ネタをメインで紹介してるチャンネルなので、はい、まあ、これは外せないかな、外せないとっていうのと、であとまあ最終ちょっと話そうと思ってるんですけど、うん、さっきちょろっと出たんですけど、ビートグランプリですね、ホタレコさんが主催しているイベント、はい、ビートを作るっていうところにも、うん、まあ、これがやっぱ一番ハマるかなっていうので、めちゃめちゃ考えてるね同じ配信者として尊敬するわ。まあでもありがとうございます。本当これはもう、じゃあもうもう間違いない名盤というか、うん、でインストンアルバムなんですよね、うんうん、ラップが、ま、全く載ってない、うんうんうん、で、ビートだけで聴く、でビートがしかも1曲で9分とかあったりするんですけど、うん、本当ちゃんと、まあ流し聴きだと多分良さってあんま分かんないとは思うんですよね、うんうん、じっくり聴くとその曲の展開とかにこう自然と持っていかれたりとかするアルバムなんですけれども、うん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 、実際でも当時ってやっぱ DJ シャドウはですよね。いやこれはね、そこそこ売れたっす。あ、売れたんですか。ピートロックと同じような見せ方で売れた、はい、ああなるほど、うん、なるほど。だからもう前評判とかも高かったし、うんうんうん、で実際、はい、ピートロックの場合はすごい聞きやすいじゃん、はい、そうですね、トップでもうキャッチーです、ね、そう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 、同じなんか展開というか、はい、でバーンって売り出し方のポジションというか量というか、はい、だってなったから、みんな買うわけ。ああ、もうとりあえずもう買うリストに入ってるみたいな、うん、そうそう買うんだけど、はい、これなんかちょっとなんか歌も入ってないしこれみたいな感じでしたよね一般のリスナーの人は。もちろん DJ の場合は普通に使ってたんだけど、ただまあそれでもやっぱりヒップホップのパーティーって当時でももちろんラップが入ってっていう感じだし、だからなんかいわゆるそのアブストラクトとか、はい、アブストラクトヒップホップっていう呼ばれ方していたのかな、アブストラクトとか、あとトリップホップっていわゆ いわゆるそのイギリスのブリストルとか、うん、はい、あっち系ですよね。もうまあ分かりやすく言うとマッシブアタック、はいはいはい、マッシブアタックとかポーティスヘッドとか、はい、あの辺とかでとかとなんかごたまぜに して紹介し、なんかシャドウ聞いてる人はマッシブアタックも聞くしとか、はい、まあみたいな感じでちょっとわーってなってるっていう感じはありましたよね。うん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 、僕もっとこれ何て言うんですかね、アングラっぽいイメージというか、後からね僕らもちろん聞いてるんですけど、うん、店頭に並んでるものだと思ってなかったですか、聞いて。あ、そうだから、いや、まあむずいっちゃむずいじゃん。そうそうですね、うん、むちゃくちゃ難しい、むずいっちゃむずいですよね、全然。なんかまあでもそれでもやっぱり売り出されてたわ、売り出されてましたねこれは。てか俺は推してた、めちゃくちゃ。あ、それがね、うん、本当すごいなと思うんですよ、うん、こんなに分かりにくい音楽を押して全世界で売ったっていうのが、あのね、ただ、まあ、今回非常に分かりやすかったなと思って、はい、その94年の、うん、まあ、サンプリングのもの、まあ、そういうピートロックとかそういうギャングスターとかもそうだし、
まあ、パフダディとかもそうだし、はい、みたいなサンプリング文化があって、その2年の間にっていうか、まあ、実際にはちょっとこうずれ込むんだけども、はい、間に結構やっぱ進化あったんですかね。そう、うん、リスナーも進化してたし、あ、リスナーが進化してた、作り手も進化してたし、うん、まあ、みたいなところで、でちょっとファッションショーとか、あー、あの、はい、雰囲気を作る、場の雰囲気を作るみたいな、うん、そういうそのなんていうかな、まあ BGM というか、まあ、アブストラクトな感じ、だからヒップホップみたいなのがちょっとこうどんどんこう多様化していくサインがこう出ているというか、でそのうちそういうなんかルーツみたいな生バンドのヒップホップみたいなのも、はいはい、ちょうど俺は大阪で見た覚えあるけど、そういうのも出てきたりだとか、はい、うん、ちょっと細分化し始めるっていう時代にも乗って、まあこれはこれでありだよね、はい、みたいな、で面白いことやってるよね、はい、っていう感じ。そうで、尖ったリスナーが頑張って聞いてた。いや、そうです、何回も。いや、正直僕もこれ初めて聞いた時は、うん、頑張って聞きました。なんですけど、ようやく口に逃がしです、ね、そうですね、はい、本当それ、うん、その言葉が合うアルバムですね、うん、まあでもその中でも、うん、個人的には、まあ、この曲を勧められてこのアルバム買いましたし、うん、その曲がまあ一番馴染みやすいかなっていう曲をかけたいと思うんですけど、うん、何だと思います？曲名は、まあ、曲名は誰か、うん、もうつまるん。いや、これね、やっぱさ、はい、あの写真がいいよね、ジャケットのですね、うん、やっぱりさ、レコード屋さんからしたら、いや、もう本当に平均的なアメリカの地方の有力店、うん、みたいな感じが。いや、本当たまんないですよね。いや、本当そうですね。俺だから96年はニューヨークにレコードを買いに、レコードプールとか行ってた時代ですよね。はい、多分これね、LA、カリフォルニアでしょうね、これはね、と思うんですけど、うん、この中から DJ シャドウが抜いたレコードで作られた曲ですね。何かけましょうね。12インチも売ったなぁ。まあそうですよね、シャドウは結構12が出てますよね。いや、出てますね。ミッドナイトインヤパーフェクトワールド、何ですかね。ミッドナイトインヤパーフェクトワールド、あー、これもう多分一番後ろらへんのやつね。後ろらへんの、あ、いや、え、ちょっと見して見して。あー、なオルガンドナー、まあオルガンドナー、まあ、そうですね、オルガンドナーかなと。いまだに、あの、あれですよ、僕はあの DMC、はい、でやってます大会、はい、DJ の大会ですね、結構使ってる人とかいます。あ、オルガンドナー、うん、オルガンドナーは元ネタの対決シリーズってあるんですけど、うん、それで YouTube で取り上げてて、うん、元ネタとこの DJ シャドウとで、面白いのが、うん、EXILE の DJ マキダイがオルガンドナーやってるんですよ、はいはい、あ、知ってる知ってる知ってます知ってる知ってる。で、僕は結構あれはあれで面白いなって思ったし、うん、そのあの人たちがあれをしてくれることによって広まればいいなと思ったんですけど、うん、まあ結構批判的なコメントはまあまあありました。やっぱあれはないみたいな、うん、EXILE がかっこ悪いって思ってる人が多いんじゃないの。まあ多分そうだと思うんですよ。別に、いや、僕はすごい人たちなんだと思いますよ。思いますけどね。結局ドームとかでやってさ、ですね。うん、で当時、うん、あの多分三代目 J ソウルブラザーズとかバーって出た時とかって、うん、本当まああの EDM のアビーチとか、うん、あの辺がダッていった時に、それをちゃんと日本でやってたのが、うん、結局はあのグループだっていうことだと思うので、うん、いやいやすごいすごいです本当に。うん、僕の嫁がすごい好きなんですよ。うん、なるほどね。それもあって僕は聞いてるんですけど、うん、わざわざ聞かないですけど、うん、まあ、聞いたら聞いたで得るものはあると。まあ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 、そうですね、うん、まあ、あの毛嫌いせずに何でも食べましょうっていう、まあそうですね、うん、そういうことです、はい、うん、じゃあ今日はミッドナイトインアパーフェクトワールドですね、はい、聞いていきたいと思います。了解です。よろしくお願いします。Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads upon a past midnight. こういうとこなんだよな。こういうとこなんだよな。
はい、うん、こんな感じですね。なんかやっぱりちょっとシャドウだけ全く別次元ですね。別次元ですね。うん、もう違うことやってますよね。まあでももちろんこのね90前半があってこれだとは思うんですけど、シャドウ自体もだと思いますけどね。ですけどまあやっぱすごいなと思いますし、まあで他の曲はもっと多分難しい曲が入ってると思うんですよ、うん、まあオルガンドナとかはね分かりやすいですけど、うん、まあでも本当聴けば聴くほどっていうアルバム で、うん、でただ僕ちょっと話ずれるかもしれないですけど、これ多分日本が大麻が違法だからっていうのもあると思うんですよ、うん、っていうのが僕その大麻を吸って音楽の聞こえ方が変わるとかっていうのももちろんあるとは思うんですけど、うん、そもそも大麻がダメだっていう、うん、そのダメなもの何ですかね、これ本当にいいのか悪いのかっていう試すことを日本ってあんましないじゃないですか。それがこの音楽的なところでも、うん、DJ シャドウちょっと難しいものを一回ちょっと食べてみようかなっていう、うんうんうん、そこの一歩が日本人はちょっと重たいのかなっていうのが、うん、そういうところにもつながってるのかなっていう勝手に解釈はしてる。まあそうっすね。まあなんやかんやで最初だから結構その音楽通みたいな人にバーンと行って、はい、あとはまあ本当に好きな人だけ細々聞いてるみたいな、そういう感じですよね。だからその前、まあ、そのギャングスターとかナズとかビギーとかとはもう全く違う感じの道を、ただまあ いまだになんかねがっつりリスペクトされてるみたいなとこで行くと、まあ同じぐらいやっぱ すごいですよね。すごいですよね。でまあこっからシャドウのこれタイトルどういう名前、あそうエントロデュース、これからやっぱ始まった文化って結構あって、はいはいはい、日本でもあのデリックレコーズっていう、はい、あのレーベルがあって、そこでなんかサンプラーでバンバンサンプリングして、はい、なんか踊れるビートを作ってるようなレベルはあったりとか、うん、結構なんかサンプリングありき、サンプラーありきみたいな感じのカルチャーっていうのが、はい、バーって増えた覚えがあるんですね。うん、本当すごいアルバムですよね。うん、すごいアルバム、うん、まあ、これが次ちょっとつなげ無理やりつなげるんです。